はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイシです。信長の野望創造戦国立志伝、2017年の大河ドラマに出てくる井伊直親でのプレイ続きをやっていきたいと思います。早速プレイの方を始めていきたいと思います。前回ですね、信長と戦いをして、負けてしまったところからになりますので、引き続きですね、岩村城の攻略の方に入っていきたいと思っています。ここは三国同盟の話のところですね。高宗俊の、三国同盟です。今川と北条と、武田というところですね。この善徳寺で義元と後の信玄と氏康って実際に3人で会ったんですかね。ちょっとこの辺りごめんなさい、僕もよくわからないんですが、この三国の当主が本当にあった感じですね。この伝説的な改名が執り行われたと書いてますからね。今川武田北条は互いに縁戚となり、今川は西、武田は北、北条は東への領土拡大に専念することが可能になったということなので、事実なんでしょうね。すごいな、でも義元と信玄と氏康が一堂に会したっていうのがすごいですよね。報告いたします。ではここでですね、主命がすべて達成できましたので、岩村城の攻略を見ていきたいと思います。今はまだ一家臣に過ぎないので、きっと出陣してくれって催促が義元から来ると思いますので、来ましたね。これで戦闘に入っていきましょう。現在東方約1000で名古屋城を囲んでいますということですね。で、瀬名氏俊が采配をしているという状況で、相手は滝川和正が相手か。では出兵していきましょう。兵3000ですね。これで出兵していきます。で、足軽は騎馬隊に変えていきましょう。あのあとですね、内政の方で連兵場と、あと刀蔵の方を作って、あと狩り場もいくつか作ったので、戦闘力はね、多少はマシになってくれてんじゃないかなとは思うんですが、それでも相手が滝川一益が相手なので、どこまで戦えるかというところですね。
に続け。まあ、まずは敵の戦闘力をゼロにしないことには始まらないので。我が采配で勝たせてもらう。でこの状態だとおそらく兵数が足りなくて、囲んでいる状態にはならないと思うんですよね。包囲状態にはなっていないと思うので、このまま天守閣を落とす形にしましょう。包囲戦になっていればこの時点で開戦を終了すれば城を落としたことになるはずなんですが、おそらく兵力的に微妙なところなので、このまま天守を落としにかかりましょう。これで終わらせよう。で先方はですね、赤鬼をつけてます。一応 E なので、まあ E といえば赤備えというところで赤鬼をつけさせてもらいました。最初に第1話ご覧いただいた方はね、ご存知かもしれない、お伝えしてるんですけども、E なおちか自体はこの戦国李氏伝に登場する武将ではないので、オリジナルで作ってますからね。さあこれで名古屋城を落としましたね。で肝心の岩村城攻めの方も軍勢を送り込んでますね。石川一政、元康、これ後の家康ですね。あとは近藤900、酒井忠次1700で、宇戸野で合ってるかな、これは。さらに大久保、軍勢の数でいうとちょっと足りないかなって感じだな。岩村城を落とすにはどちらかというと今こっちの三河で織田と激戦中という感じになってますね。味方はもう少しどちらかに集中しないと、今川といえど斉藤家と織田家両方相手にするのはちょっと難しそうかな。とはいえこの名古屋城を取ったのは大きいですね。鳴海取って、水掛けを取った、あと清洲と犬山、先にこのまま織田を潰してしまった方がいいのかなって感じもしますね。まあそのあたりの指示がちょっと出せない状態にはなってるんですけどね。早くこの家臣の状態を出したいなというところですね。で引き続きこれは備前の話なんで、スキップをしていきましょう。はい、でですね、ちょっとうっかりしてしまったんですけども、なんと配偶者を得ました。木曽、これはなんて読むのかな、美ちゃんでいいのかな。実際にいい直近は、どんな感じだったかというと、いい直虎、柴咲コウ演じるいい直虎と、なんていうんですかね、いわゆる結婚の約束をするしたんですね。ただその E が謀反の疑いをかけられたり、あるいは今川家が衰退したりとか、そういった中で実際に E 直虎、柴咲コウと E 直近演じる大河ドラマの中で演じる三浦春馬が実際に結婚するということはなかったわけなんですけども、じゃあ実際妻にしたのは誰なのっていうと、これは奥山何がしの娘を、その妻として迎えたわけなんですね、実際には。なのでいい直虎、柴咲コウと三浦春馬が結ばれることはない、おそらくお互いに思い合っていたっていうような演出になってると思うんですが、それとは全く別に、今回は木曽美ちゃんと結婚しました。ちょっと結婚するかどうかっていうのを考える
こともなくいいやと思って結婚してしまったんですけど、よくよく考えたらどうだったのかなと思って、ちょっとね、どうしようと思っているところではあるんですが、配偶者としては木曽美ちゃんを迎えています。ではですね、主名を達成したので、ここから城攻めを行っていきたいと思うんですが、先ほど見ていただいた岩村城は、落とせませんでした。で、新たな主名としては内液城の攻略戦を命じられています。なので今回おそらく内液城の攻略戦が始まるんじゃないかなと思うんですが、早速内液城のじゃ攻略戦にね、入っていきましょう。まあ、呼ばれるかどうかというところもあるんですが、ちなみに今あの直近自体はですね、だいぶ頑張って侍大将まで昇進しましたので、城が増えてくればそろそろその城主の方になれるかなというところまではやってきました。もう少しねしっかりとした地盤ができれば本当に城主になって、女城主直虎じゃなく城主直近になれるかなと思うんですが、ここは終わりですね。内気城攻めではなく再び織田戦線に送られるようです。徒歩3000で末森城を、攻略中で、大元節斎が首相として出ているということですね。で、敵軍の総大将は信長か。再びじゃあここで信長と相まみえるわけですね。ここは出陣していきましょう。あれからまた狩場と連兵場を作ったりしているので、多少連動は上がっているかなと思うんですが、それでも信長相手にどこまで戦えるかというところですね。信長軍は3500、一方大元節斎率いる今川軍は、7000というところですね。総勢やるとするか。敵方は丹羽長秀に信長、あとは対馬衆ですね。まあ、数は決して多くはないかなとは思うんですが、ここはただ信長が来てるんだな。信長がいるところを攻めるのはなんかちょっとバカっぽいのでやめましょう。やるとする。敵城門突破しました。逃げたければ逃げなさい。城門突破したんだったら城門突破したところから入った方がいいよねとかね、うろうろしてますけど、節斎がかなり削られてるな。ただ信長の兵をここで削っておくっていうのはありですね。お、忠次、酒井忠次隊が援軍できたな。2000の軍っていうのは結構大きいですね。ただ節斎がだいぶ削られちゃったな。いきます。お、ただ元康も来たね、援軍で。城門を破壊しました。続け。勝負しなさい。もう攻め見切れない。敵城門。ここで節斎がこらが引きにはよの。いきます。引いていきましたが、首相が松平元康、家康に変わりましたね。城門を破壊しました。力の差を見せてやろう。ここはこれ丹羽長秀も削り取りましたというところで、最後天守ですね。まあ、あっという間に落ちちゃいますので、このまま見ていきます。これで末森城を攻略しました。苗木城、あの美濃斎藤家ではなく織田戦線に送られることが多いな。最後そうなると信長はもうこの水掛城を残すだけになってますね。で、島峰があり、この肝心の内気城攻めというと近藤隊800だけか。これだとちょっと落とせないんじゃないかな。
遠藤友忠斎藤隊は3800出てきてますからね。これをちょっと落とすのは難しそうですが、もし内騎乗攻略戦にお呼ばれするようであれば、もちろん出陣はしていきましょう。はい、というところで、早速内騎乗の攻略戦の方に呼ばれましたね。まあ、内騎乗というよりか、まあ、野戦前哨戦になるかな。ここで出陣していきましょう。兵が3200、先ほどの戦い、末盛城の戦いであまり兵を削られなかったので、だいぶ温存できましたね。削られる速さは速いな。今ので兵力をだいぶ削られたのでどうだろう。次はもしかしたら呼ばれないかもしれないですね。ここで大元節斎が死んでしまうというエピソードですね。まあ、節斎が死んでしまうというのはかなりダメージは大きいですね。今川家からすると人的損失という意味では。さあ、これで節斎がいなくなりましたので、まよりある意味直近が城主になれる可能性というのが高まりましたね。まあ、1人有力武将が減ればその分ポストが空きますからね。表情を始めます。先月の終始です。はい、では主命達成するために任務完了しましたので、これから内騎乗の攻略戦に入っていきたいと思います。で、内騎乗の攻略戦の前に情勢をちょっとね見ておきたいと思うんですが、もうすでに今川軍によって尾張のほぼ、8割方手中に収めました。いわゆる信長の織田家ですねに関しては滅ぼしたので、その信長配下の武将がごっそり加わったという状況です。で、今は、この美濃攻めですね、いよいよ斎藤攻め、ずっと斎藤攻めするぞすると言ってて、
織田先生に送られ続けてきましたけども、ようやく身の攻めに入れそうな、そんな感じになってますね。まあ、ただ織田の有力武将軍が整って入ってきたことによって、直親が城主になる道がちょっと遠くなってしまったんじゃないかなという気もするんですが、まあ、ここはねしっかりと昇格を果たして少しでも早く城主になれるように頑張りましょう。続け、我に続け。これで決める。城門を破壊しました。死にたい者は前に出よ。命を無駄にするでないぞ。削られ方がえげつないな、さすがに。引き、エンドさんやってきましたね。八須賀五六とかも完全に信長、まあ、秀吉の与力の武将たちが今川家臣として仕えてますからね、今となっては。我らが行くぞ、とくとご覧あれ。よし、これで、落としましたね、城を。ようやく内気城を落としたって感じかな。お、さらに武将に昇格したぞ。そろそろね、内気城の城主とかにしてくれてもいいんだけどなというところではあるんですが、まあ時間も、いいところになりましたので、今回はここまでにさせていただいて、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。